まとめて作って冷凍ストック黒ごまきなこトーストのご紹介です。冷凍ストックしておけば忙しい朝でも焼くだけで完成。作り方と冷凍保存方法をご紹介。サランラップを用意し台の上に広げ、食パン6枚切り1枚を乗せて柔らかくしたバター適量を塗ります。蜂蜜を大さじ1、練り黒ごま大さじ1を順に塗り、きな粉大さじ1を振りましょう。ピザ用チーズ 25g を乗せてサランラップで包みます。水分が蒸発して乾燥するのを防ぎます。ジップロックフリーザーバッグにサランラップで包んだ食パンを入れ、なるべく空気を抜いてジッパーを閉めます。冷凍保存しましょう。食べるときはクックパーフライパン用ホイルを用意し、オーブントースターの天板に敷きます。サランラップを外した食パンを乗せ、真ん中に穴を開けたクックパーを乗せましょう。縁が焦げるのを防ぎます。中温で 7、8 分焼き、好みで蜂蜜をところどころにかけて完成です。食材やおかずを冷凍ストックしておくと暮らしにいいことがたくさん。冷凍貯金の3つのたまる、時間がたまる、栄養がたまる、お金がたまる。冷凍貯金で検索。